おはようございます。ドライトニュースの時間です。統合版マインクラフトバージョン 1.18.31 のアップデートについて紹介いたします。今回のアップデートは様々な修正のアップデートです。バージョン 1.18.30 でいろいろ問題がありましたが、少しは修正されたようです。それでは今回のアップデート内容を紹介いたします。まずはスペクテーターモードについての変更があり、スペクテーターモード専用の実験要素が追加しました。これをオンにすることでスペクテーターモードが使えるようになります。実験なしでプレイしても使えなくなりました。そしてゲームモードコマンドをすると、新たにスペクテーターの項目が増えました。これでスペクテーターモードに変わり、チャット欄も感染者と翻訳されました。ただしアイテムを拾えたり、感圧板を踏めるなどの仕様は変わっていません。そして現在の実装は開発初期段階であり、変更される可能性があるため、現時点ではスペクテーターモードに関するバグ報告は受け付けないとのことです。続いて経験値かまどのバグが復活していましたが、こちらのアップデートで修正されました。またもや経験値かまど終了のお知らせです。続いて RTX ワールドをリロードするときに画面が暗くなる問題を修正し、 Android デバイスで再生すると遠くのブロックがザラザラしたり歪んだりするテクスチャーの修正、流れる水と溶岩のテクスチャーが iOS デバイスで正しく表示されなかった問題の修正や、様々なフレームレートの問題を修正し、特にそれほどスペックの良くないモバイルデバイスに影響を与えるようになりました。モブはボタンでスポーンできなくなり、特定のチャンクを繰り返し保存して再読み込みすると、チャンクの読み込みが遅れ、パフォーマンスの問題が発生し、ゲームが不安定になる問題を修正しました。バージョン 1.18.30 にアップデートした後、ワールドを開くことができなかった問題の修正や、サウンドオブミュージックの実績の条件が満たされるとロックが解除されるようになりました。コメント欄で多く寄せられていた問題で、任天堂スイッチでマーケットプレイスが開かない問題が修正されました。これで無事にマーケットプレイスを開けますね。そしてマーケットプレイスで購入するときに発生する可能性があった無限のロード画面を修正しました。以上、統合版マインクラフトバージョン 1.18.31 のアップデート内容でした。ついに経験値かまど終了のお知らせが来ましたね。これからは地道に経験値を貯めましょう。そしてスペクテーターモードも実験要素になりましたが、ちゃんとゲームモードにスペクテーターが追加され、普通に使えるようになりましたね。まだまだ初期段階でバグが多いですが、次のアップデートでアイテムが拾えなくなるようにしてほしいですね。こちらのアップデートはスイッチ版、iOS、Android、Win10 版の PC、Xbox 版、PS4 にも来ますが、まだ来ていないプラットフォームもあるかと思います。数日中には全てのプラットフォームが利用可能となります。それでは良い一日を。